こんにちは。1月1日土曜日、大和寿司、今日も元気にオープンしております。今日はこちらの、マグロですね。マグロは宮城県塩釜の、生の本マグロになります。はい、こちらは、ですね、これあれですか、中トロ頼んだんですけど、これ中トロ油乗ってるんですね。中トロ頼んだんですけど、ちょっと油乗り気味ということで、はい、こちらの方いいマグロ入りました。塩釜のマグロです。細かくね、油がね、こういう風に入っております。釜に近いところですかね。今日はお魚どうですか？いっぱい。いいの入りました。そうですね。11時なので、ちょうどね、伊田さんにちょっと今だっていうところに頼むことができたので、一貫だけね、今日ご紹介したいと思います。社長が言っちゃいました。先ほどですね、ちょっと一貫の方が足りなくなって。普段にはないような真剣な顔をしましてですね、普段にはないようなってことはないですけど、はい、はい、このイカのね、薄皮を社長が取っておりました。よいしょ。ということで、こちらの方を食べていきたいと思います。美味しそうです。ありがとうございます。こんにちは。今日はね、本当に梅雨っていうような感じのジメジメしたお天気ですね。あ、そうそれ、すいません。です、今日はマグロなんですけど、ちょうどね、あの前、あのインスタグラムの方でもご紹介したんですけれども、こちらの本ですね、たまたま逆になっちゃう、はい、あの休みの日に手にした本ですね。美味しい寿司屋を知っていると尊敬されますっていうことでね、されるのかなみたいな感じで、撮ったところでね、でパラパラっと中の方ですね、見たところ、あの序章の6行目にですね、大和寿司の築地の頃の大和寿司ですね、が載ってまして、ちょうどあの2018年かな、はい、移転のちょっと前にですね、ベッカムさんがいらっしゃった時の話が、載ってたので、おー自分でね、まさかこんな序章6行目に出てくると思ってなかったので、スタヤでね、スタヤのカフェで飲んでたので、ちょっとおーみたいな声上げてしまいました。ちょっとびっくりしました。こちらの本がね、なかなかあのお魚の、まだちょっと途中なんですけれども、お魚の、情報のリアルなね、情報が載ってるなと思いながら今読んでるところです。びっくりしましたっていう話ですね。マグロ半年大和寿司に行けなかった、そろそろ行きたい。半年ももう経たれましたね。なんかいつも来ていただいてる感覚になっちゃった。すみません。はい。じゃあこちらのね、今日はマグロを食べに行こうと、食べて行こうと思います。月曜日に食べに行こうと思ってます。ありがとうございます。ぜひお待ちしております。メガネがね、くぼっております。じゃあ。メガネが曇っております。はい、じゃあこちらの方をですね、今日はですね、マグロによく合うこちらスペイン産の、岩塩ですね、こちらの方を、あの戸越銀座の方にあるソルコさんっていうお塩屋さんで買ったんですけど、久しぶりにそちらをつけていきたいと思います。こちらピンクの色が、あのね、で分かる通り、こちら、ね、ちょっと鉄分が入っていまして、マグロによく合うんですよ。それでなんかこう
炭酸じゃないですけど、お塩がね、細かくてシュワシュワシュワってね、溶ける感じがとても楽しい塩なので、マグロに私はよく合うなと思っております。それで楽しいので、ちょっとこちらを食べていきます。はい、いただきます。香りがね、やっぱりあるんですよね。海の香りをするというか。これでマグロの赤身の鉄分の酸味がね、心地よくて、ここからこう甘い感じに、味の変化がありますね。口の中でも、口の中の温度よりマグロの油が溶け出す温度の方が低いのでちょうどシャリにね、馴染んでいく感じが、旨味がたっぷりになっております。うん、このね、鉄分の感じというところから、こう甘みまでのこの味のグラディエーションがですね、深いとですね、すごい私は印象が残って、そういうマグロが大好きです。はい、このような、塩釜のマグロ、いつもね、塩釜のマグロにはこう感心するほどいつも美味しいですね。はい、皆さんにもぜひ召し上がっていただければと思います。はい、ということで、あ、ライト こうでしたね。ライト当てるの忘れてました。はい、豊洲市場の空なんですけれども、今日は曇りですね。雨降ってます。すごくね、蒸し暑い、あ、夏が来たなっていうような、まあ、梅雨なのかなすごい特徴的な、はい、天気になっております。今はあれですか、もうお待ち、受付は終了、ね、もうだいたい終了だね。はい、もうそろそろ終了になるというような感じです。ね、あの駐車場は大変だよね。駐車場が車で来ようと思っている人、うん、ね、うちの店の裏に千客万来の立体駐車場があるんだけど、昨日かなんかやたらに混んじゃって、はい、入るのに、駐車場入るのに1時間とかかかっちゃうっていう、そういう風になっちゃって、なんだろうね、なんかなんだろう、ただ混んでんのか、他に理由があるのか、ちょっと気をつけて車で来る人は、はい、ということです。はい、ではこちらの方で今日は終わらせていただきます。今日はこちらですね、宮城県塩釜の生の本マグロ中トロ、こちら釜の方に近いかなっていう感じ。これ加工してないんですよ。加工してないんですけれども、まあライトは当ててるんですけれど、こんな感じでピカピカに光っておりますはい、ということでこちらの方で失礼いたします。はい、では月曜日もライブの方をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ではですね、暑いので、あ、配信お疲れ様でした。今日も良い一日をありがとうございます。暑いのでお体にご自愛ください。ありがとうございます。はい、ライブお疲れ様です。皆さんもこっちありがとうございますって言われてありがとうございます。こちらの方からと見ていただきありがとうございます。ですね、今ね、 YouTube チャンネルも作って少しずつ上げております。今はライブのアーカイブとかショートを上げてるんですけれども、今後ですね、ちょっといろいろ企画を考えてやっていこうと思ってるので、もしよろしければライバル氏で、インスタのプロフィールからね、アカウント飛べるようになってます。社長のツイッターの下にですね、URL 貼ってますので、よろしければチャンネル登録してみてください。はい。
じゃあこちらの方で終わらせていただきます。ありがとう、ご視聴いただきありがとうございました。良い週末をお過ごしください。では失礼いたします。